日本国神奈川県横浜市旭区、川島町川島町は、神奈川県横浜市旭区の地名。町名の設定のない単独町名である。住居表示未実施区域。旭区の南東部に位置し、2カ所の飛び地がある。南側にある、箇所の南に三丹田町、北西に鶴ヶ峰、北東に西川島町、南西に元宿町と佐根山、東に、 ほどがやく川島町と接している。また、北側にある、箇所の西に、白根、南西に、西川島町、南東に、ほどがやく西谷町、東に、ほどがやく上菅田町、北に、ほどがやく荒井町と接している。ほどがやく川島町の歴史を参照。本町も、同じ川島町であったが、西谷町、西川東町が分立して切り離された部分にあたる。 1969年に日区が分立し、本庁は日区川島町となった。2021年7月31日現在の世帯数と人口は以下の通りである。国勢調査による人口の推移。国勢調査による世帯数の推移。私立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。 2016年現在の経済センサス調査による事業所数と従業員数は以下の通りである。相模鉄道本線、相模鉄道新横浜線横浜市営、バス119218系統間な中バス、4、52系統町内の警察の管轄区域は以下の通りである。ありがとうございます。